原市松代町にあった松代藩は10万を購入した信州最大の藩でした。松代藩真田家の初代藩主は真田信幸、真田幸村の名で広く知られる真田信繁の兄である。戦国時代の戦いに真田家を近世大名へと成長させた武将です。そのため松代藩では武芸を大切にする気分が代々培われていました。